アタゴハ営業所0102アタゴハ営業所0204福岡 BRT は福岡県福岡市博多区中央区を中心に運行される西日本鉄道のバス路線である西鉄と福岡市が共同で実施する都心循環 BRT の施行として2016年8月8日より運行しているおおむね7時代から8時代にかけて 担当3営業所からの送り込みの営業運行を行い、8時台から19時台にかけて都心循環 BRT として運行し、19時台から20時台にかけて営業運行で営業所に戻る形となっている。都心循環 BRT 送り込みともに快速、または特別快速として運行しており、一部の停留所にのみ停車する。天神、博多駅、 ウォーターフロント地区を循環する路線。博多港国際ターミナルを起点に、ウォーターフロント地区を通り、天神、博多駅などの都心部を一周し、再びウォーターフロント地区を通って、博多港国際ターミナルに戻る、ラケット型循環路線となっている。また道路線の停留所には、番号が付けられている。朝は、上南線経由の特会9番が2本。 都市高速経由の特快301番が1本運行される。夜は都市高速経由の特快300番が2本運行され、残る1本は昭和通り経由の階層で営業所に戻る。いずれも特別快速として運行され、長期に記載した停留所のみ停車する。いずれも特別快速として運行され、長期に記載した停留所のみ停車する。朝は、 中央不動域の特別快速 W が4本、特別快速47が1本。夜は中川営業所域の特別快速 W が3本、特別快速47番が1本運行される。特別快速 W は他の渡辺通り幹線と異なり、西鉄大橋駅以降も W 番のまま運行する。また中川営業所域の特別快速47は、始発から、 BRT 区間内でも特別快速47として運行するが BRT 区間内の停車地は BRT と同一である。いずれも特別快速として運行され、上記に記載した停留所のみ停車する。朝には中央不等行きの特別快速 22T、特別快速 29N、特別快速直行が各1本運行される。特別快速直行は アイランド式商用から、天神方面を結ぶ、直行と同じカシー浜ランプ、天神北ランプを利用し、天神以降快速 BRT となることから、特別快速となっているが、直行とは異なり、天神中央郵便局前には停車しない。夜には、天神初カシー商用5丁目行きの特別快速 22N が2本運行される。博多港国際ターミナルから、 天神中央郵便局前までは改装する。残る一本は改装で営業所に戻る。スカニア製シャーシ、ボルグレンオプティマスボディが7台、メルセデス・ベンツ・シュターロジーが6台、計1 3台での運行となっている。101.0102は2016年の運行開始時からの車両である。0103から0107と0201は第3段階実施時。 0204から0208は2019年増発時に導入された。あたごはま営業所にはオプティマスシターロいずれも、中川営業所にはオプティマスのみ、アイランドシティ営業所には、シターロのみそれぞれ配置されている。なお、検査、故障等の場合、担当各営業所配置の一般路線車が、代走することがある。天神ビッグバンを支える。 新たな交通プロジェクト始動福岡市、西日本鉄道、2015年4月16日、神奈川中央交通フェイスブック2015年9月6日、都心循環 BRT 連接バス両の道に向けて、昼間市を実施いたします西日本鉄道、2016年3月18日、都心循環 BRT の形成に向け連接バスの、 試行運行を開始します西日本鉄道2016年7月22日新潟交通の BRT 路線バンダイ橋ラインに投入された連接バスツインクルと同系で三井物産プラントシステムが輸入販売を行う。鉄板の202.0203は北九州市内で運行する北九州 BRT 用として西鉄バス北九州に導入された。 西鉄暮らしネット西鉄バス路線図福岡 BRT 公式サイトありがとうございます。